条件。彼氏ではない男友達に呼び出されて。お前と結婚を考えてるけど条件がある。今の仕事を辞めること。パートは OK。家計に毎月10万入れること。子供は男と女一人ずつ。若いうちはいいけどいずれ俺の親と同居な。と言われた。いきなり何アホ言ってんの？気持ち悪。と言って帰った。夜 LINE が来て、上とほぼ同じ内容に。30過ぎた女が高望みすんな。結婚してもらえるだけありがたいんだぞ。と付け加えてあった。全然ありがたくないし結婚願望ないし、なんで付き合ってもないのに勝手に結婚考えた？仕事辞めろとか何様？今まで気がある素振りされたことないし、こんな高圧的なこと言う人じゃなかったのにどうしたんだろう。何の前触れもなくありえないこと言われて衝撃。1万歩譲って付き合ってたとして、仕事辞めるのが条件なんて言われたら100年の恋も冷めるわ。映画に行けない。琴音って、みんなはめくんだね。うちも昨日とメガ銀行で1万円を下ろし忘れて。お母さん、なんで下ろし忘れたの？これじゃ友達と映画に行けないじゃん。って大喧嘩してたわ。その後、友達に。お母さんが銀行でお金を下ろさなかったから行けない。と断りの電話を入れてたんだが今朝になって、とめさんから2万円渡されて、車で送ってってもらってた。甘やかすとこうなる。もう50なのに。手料理。私は結婚を機に退職。旦那に家のことを任せたいって言われたから。旦那はとにかく食べることが大好きだけど外食は嫌い。他人がいると気が散って食事に集中できないから。なので旦那に美味しいご飯を食べさせたくて料理教室に通った。それなりに料理のレベルは上がったしレパートリーも増えた。栄養面も頑張りたくて栄養士の資格も取った。けど旦那は満足しなかったから、料理教室も続けつつ調理師学校に行った。旦那親族が集まってやる宴会で、みんなには大絶賛されたけど旦那は満足しなかった。だから調理師学校卒業後、某和食屋で修行させてもらった。対象はすごく優しい人で、下っ端の私にもいろいろ丁寧に教えてくれた。この頃には食べた人にこれはお金取れるよ、と言われるくらいだったけどそれでも旦那は満足しなかった。もう辛くなって旦那と離婚した。つてもあったし協力してくれる人たちもいたから、自分でお店を出した。そしたらオープンした日の夜、帰り道で旦那に刺された。幸い友人と一緒だったから命に別状はなかった。旦那は、お前は俺だけに料理作ってればよかったのに。ってはめいてた。あの人は結局何がしたかったんだろ。私の料理に満足してくれてたんだろうか。せめて、美味しいよ。でもここをこうしたらもっといい。なら私も頑張れたんですけどね。食事中は喋らない主義の人だったから黙ってるんだけど、うちには採点評価ノートっていうのが冷蔵庫に下げてあって、そこに、肉じゃが丸点、味噌汁丸点、みたいに点数が書いてあるんです。最後に、そうろう。この料理を美味しいと思って作っているなら病院へ行け。とか、そうろう。仕事をしている俺を舐めてるのかバカにしてるのかどっちですか。と書かれてたりしてました。どうにか喜んで欲しくていろいろやってたけど、ただの奴隷だったのか。ジップも母の料理に何かとイチャモンをつける人だったんで、口に出す出さないの違いはあっても、男の人はみんな何かしら不満があるもんなんだろうな。と思ってたから旦那のこともおかしいと感じてなかったけど。料理教室の先生に、気を悪くするかもしれないけど、旦那さんのやってることはモラルハラスメントってやつじゃない？と言われて先生の家での旦那さんの様子を見せられたり、友達に相談してやっとモラハラされてたんだと気づいて離婚に踏み切れたんです。知ってる限りは刑務所には入ってなかったですね。美人ないとこ。いとこの話をさせてください。後出しがないように書いたら長くなりました。まず、我が家は両親と兄と私の4人家族。父には双子の兄がいて、そのおじ夫婦の一人娘がいとこ。おじは本家の長男で、父とは仲が良く、ずっと頻繁に行き来していた。いとこは本家の一人娘で容姿がとても良いので、親戚一同に甘やかされて育った。おじ夫婦は、
本家と言っても昔はともかく、今はただの兼業農家だし。というスタンス。ただいとこがまだ小さい頃、おばが第二子を流産し、それからしばらく弱ってた時期があり、その時に祖父母の家に預けられることが多かったいとこは、なかなかわがままに育ってしまった。でも意地悪をするわけでもないので、いとこ同士はそれなりに仲が良かった。いとこがおかしくなり始めたのは、いとこが高校生の頃。その頃から頻繁に東京へ遊びに行くようになり、その度芸能事務所等のスカウトを受けたいとこ。身なりがどんどん垢抜けて、読者モデルとして何度か雑誌に載ったこともある。その頃から、徐々にいとこ同士の付き合いは薄れていった。ある日、おばが真っ青な顔で両親に相談があるとやってきた。聞きかじったことや後に噂になったことをまとめると、いとこは複数の男性と大人のお付き合いをしてたようだ。そして、誰の子供かわからない子を妊娠したとのこと。地元ではそこそこ有名だったいとこは、この件で一気に本物の有名人になってしまった。ほとぼりを冷ますため、いとこは高校卒業と同時に他県に進学、親戚の家に下宿。在学中はお目付け役がいたせいか、特に問題を起こすこともなく無事卒業。そしてさすがに地元には戻っては来なかったものの、おじのコネが利く会社に就職した。ところが、その会社で今度は不倫騒動を起こし、またも妊娠、相手の家庭を崩壊させ略奪婚。おじはいとこの尻拭いのため、土地をだいぶ売り払った。信用もだいぶ失ったと思う。そのままおとなしくしてくれていればよかったのに、2年も経たずに離婚。いとこは育児以外の家事を放棄、散財、不倫未遂、いとこ元旦那はまたもや不倫というどっちもどっちぶり。どういう経緯でそうなったかは知らないけど、子供は元旦那のご両親が引き取ったようで、いとこは身一つで実家に戻ってきた。当時のいとこは、顔立ちは整ったままなんだけど人相が悪くなったというか、いつも皮肉を言っているみたいな、あまり魅力的ではない容姿になっていた。実家に戻ってもおじ夫婦との関係は悪く、親子なんだけど家庭内別居のような状態だった。それから少し経って、東京で働いていた兄が婚約者を連れてきた。華やかなタイプではないけど、落ち着いた雰囲気の美人。大塚ねねにちょっと似てる。職場の同僚で、仕事の都合上職場の方も呼んでの披露宴は難しいということもあり、親族だけの食事会と人前式という形をとって、結婚した。その食事会で、いとこがまたもややらかした。幸い、小さい声でのぼやきだったので、兄嫁さん親族には聞こえてないと思うけど。私の方が美人なのに、なんであんな地味な女と。上記の通り、兄嫁さんは十分すぎるくらい美人。美系の女とか、結婚に向いてるわけないじゃん。兄嫁さんは料理上手の綺麗好き。性格も穏やか。兄くんも、本家の娘と結婚する方がメリットあるのに。妹の私が言うのもなんだけど、兄は学歴も職業もかなりハイスペック。見た目も悪くない。堕胎経験あり不倫役立つからのバツイチ子持ちのいとこと結婚するメリットとは？私に向かってぼやいていたのを、私は適当にあしらいつつたしなめてたけど、あんまりしつこいのでおじにチクったら、おじがタクシーを呼んでおばを付き添わせていとこを返した。後から母に聞いたんだけど、食事会に出かける間際にいとこが白いドレスを着ていたので、一悶着あったらしい。そのドレスも、色を差し引いても、透け感とか露出が昼の食事会にはふさわしくないものだったそうな。できればその時点でいとこの出席を取りやめにしてほしかった。その後も懲りずに未成年との恋愛騒動を起こしたり、本家の蔵から金目のものを盗み出そうとしたり色々あって、いとこはおばと共に、おばの持ち物の古い平屋に引っ越した。この当時、おじ夫婦は破綻してなかったけど、いとこを野放しにするわけにはいかずおじは仕事があるし、本家の長男だし、致し方なく別居と相なった、はずだったんだけど。この正月に久々におじに会ったらげっそり痩せてて、おばに男がいると。おばにキャッシュカードを預けていた貯金があって、定期的に入金と記帳をしてたそうなんだけど、別居当時は月20から15万程度の引き出しがある程度で、二人暮らしならむしろつつましいくらいだと思ってたんだって。だけどある時期を境に、倍、さらに倍、みたいになって、おかしいと思って調べたらおばといとこ、同じ男にたらし込まれてた。40代の。
役者もどきと水商売と紐で生きてきたみたいな男。実質三人暮らしをしてるみたい。おじは今月中の解決を目指して離婚へ一直線だけど、私はいろんな意味で怖くなってしまった。昔は仲が良かったいとこの、言葉は悪いけど、転落ぶりとか、ごく普通の主婦で明るくて優しかったおばの変貌とか、たった一人のモンスターのせいで家庭ってここまで壊れるのかとか、何より、私はいとこと血が繋がってるんだよなっていうこととか。結婚を考えている恋人がいるんだけど、なんだか無理かも。結婚するのが怖い。子供を作るのが怖い。たかがいとこのことでここまで思い詰める自分が怖い。帰省。帰省中で思い出した。元義弟夫婦が帰省中だった。元がつくのは私が離婚したから。出来婚で金がないということで止めの知り合いの物件、一戸建て、を3万で借りる。子供が次々と3人生まれ3万も出せないと、ついに止めと同居。この家で家族6人住むには狭すぎると止めに家を建てさせる。なぜかその家には義弟夫婦と義弟嫁両親が住む。止め元の家で一人暮らし。平気な顔して自分の両親と、その家に住む義弟嫁が怖かったわ。元夫が話をしに行ったんだけど全く話にならなかったらしい。離婚の原因は、一番下の義弟子がすんごいやんちゃな子だったんだけど、ある日、元夫にその子がまとわりついてうざかったのか。うるさい。って怒鳴って、足すくって転ばしてお腹をどすって踏んづけたんだ。3歳の子がお腹を押えて、は、ってもだえる姿を見て、元夫を人として受け付けなくなってしまったのが離婚の原因。結婚するんです。趣味の集まりに参加した時に勘違い男に粘着された。私は当時16歳で集まりの中では最年少。勘違い男は30後半ぐらいだったと思う。ある日、集まりの発表会が終わり、みんなでご飯を食べに行った。楽しく食べていると勘違い男が突然立ち上がり、満面の笑みで。実は俺、そこに座っている私子ちゃんと結婚するんです。って高らかに宣言した。私ポカーン。勘違い男は、とうとう言っちゃった。やら、結婚式は私子ちゃんのお誕生日にしたいね。とかほざいてた。ふと我に返って、あなたと結婚する気もつもりもない。第一にあなたと付き合った記憶もない。なんなら挨拶以外に言葉を交わした覚えすらない。と心のままに伝えた。他の人たちが勘違い男に一応話を聞いてみると、とんでもない言い分だった。俺子供に好かれやすい。最年少の私子ちゃんも俺が好きなのでは？笑顔で俺に挨拶した。俺のことが気になってるのかも。俺の隣の席に座った。間違いない。私子ちゃんは俺が好きなんだ。よし結婚しよう。となったらしい。アホか。みんながそれは勘違いだと説得しても、私子は俺のことが好きなんだと信じて疑わず、最終的にガバ中しようとして他の人たちに取り押さえられた。その後他の人たちに呼ばれた私の両親によって、勘違い男は警察に突き出された。後日勘違い男の気違い母や、勘違い男のくれくれ姉の凸があったりしたが、今では平和です。おつ、警察では勘助は罪に問われた？あと、凸話を聞きたい。平和になってよかったけど、それまで大変だったんだろうね。強制わいせつ罪と暴行罪。ガバ中の時に後ろの柱？で頭打って3針縫ったので、警察に突き出した次の日に父が母が家に来て、以下のようなこと言ってました。ムチコタンが結婚してあげるって言ってるのに、あんたみたいなブスは一生結婚できないんだから。このビッチがあ。くれくれ姉はこんな感じ。慰謝料取ったんでしょ？半分くれくれ。あ、やっぱりぜ、ん、ぶ。私も傷ついたから慰謝料くれくれ。一家で宇宙人でした。